5枚のチップを使います。このチップは特別な能力のあるチップです。その能力は後ほど説明します。まず赤と青のカードを使います。どちらの色を選びますか？青。では大切なので持っていてください。最初に赤いカードを使います。好きなところから2つに分けてください。残りのカードを手に持ってください。チップの前に1枚ずつ配ってください。次の1枚をテーブルの傍らに置いてください。それがあなたの選んだカードです。手に持っているカードをデックの上に戻してください。カードの表には黒と赤があります。どちらの色を選びますか？黒。ではチップの前のカードを表に向けてください。あなたが選んだ色は黒です。ですから、赤の前のチップは外します。先ほど、このチップは特別な能力があると言いました。その能力は、あなたの選んだカードを導いてくれる能力があるということです。では、チップを表に向けてください。8と4ですね。合計すると12です。では先ほど預けた青いカードを出してください。これからカードを配ってもらいますが、チップの数の合計数12の分だけトップから表向きにして配ってください。8、9、10、11、12。あなたが選んだカードを表向きにしてください。